はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もホグワーツレガシー続きからやっていきたいと思います。前回ね、いよいよ授業も始まりまして、2つほどね、魔法が増えました。で、今日はですね、ホグズミードの村ですかね、行こうかなと思ってはいるんですけど、その前ですね、一応サブクエ生えてます。南島のこれですね、杖十字会第一グラウンドということで、ルーカンブラッドルピーと秘密の決闘クラブについて話をしようということなんで、こちらをやってからね、向かっていきたいなと思います。ちょっと早速ね移動したいと思います。見てくれ、これ気持ち悪くないですか？あのね、隠し部屋から拾った赤ガエルの目玉のなんかメガネみたいなやつです。あのね、なんと魔法防御力が上がるんですよ。素晴らしい装備なんで、ね、これ装備しながらね行ってみたいと思います。そんじゃ、ま、行ってみましょう。うわ、なんかまた見つけちゃったよ、これ全然。行く途中なんだけど、どここれ？ケンタウロスの絵か。なんだこの怪しげな紫の煙。みんな平気って言ってるけど、何これ？大丈夫なの？そもそも、ここに漂う悪臭の原因を突き止めようとした者はいるのか？レベリオン！悪臭、あと、これか、悪臭の原因。アクション通路。もともとは何の変哲もない地味な通路だったか。16世紀にミンビラス・ミンブルトニアの作物の取り扱いを誤り、大量の収益をぶちまけてしまったため、最強のゴシゴシ呪文でも消すことのできないほどの腐敗臭が今も漂っている。なるほどね。苦戦だよ、普通に。誰も取りたがらねえよな。で、どこにあるんだろう。ここだ。この辺だ。レーモス。いるぞ。が、いるぞ。が、が、あれ？この辺だと思うんだけど。ん？いや、絶対この辺だな。あ、いた。オーケー、じゃあ持ってこう。はい、こちらですね。行き過ぎちゃった。はい、返しましたよと。オッケー。いや、順調じゃない？順調よ、順調。ここにもあるレベリオン。オーグリーの骸骨。アイルランドの不死鳥オーグリーの骸骨。非常に内向的な鳥であり、幸運を予測できるだけでなく、その悲しげな鳴き声は死を予告するものだと信じられていた。へえ。不死鳥なのに死んで骸骨になってんだ。レパール。無理か。さてさて、寄り道しちゃうんだよな。寄り道しちまうぜ。はい、ゲット。ふう。くそ。レベリオン。また寄り道しちゃったよ。寄り道しちゃうよ、ここ。やばいよ。やばいよ、この世界。来られてよかった。おお。来た。ここか。あ、これは、なんだっけ。アクション。ルーモス。ルーモスじゃなくて。違うな。レビオン。ああ、レビオサだ。オッケーオッケー。なんかよくわからんけど、これによって解除されるわけだ。で、君かい？ああ。あの人だ。誰だっけ？サロメじゃなくて。レベリオン。魔法で決闘した人だな。ん？どうしたの？あ、あなたか。どうしたの？ルーカン・ブラトルピー。クラブのことをセバスチャンに聞いてね。すっげえ装備だな。紹介ならそれだけで十分。本当に？ありがとう。僕は招待制の決闘クラブ、杖十字会で調整役をやってる。セバスチャンから紹介されるなんて強いんでしょ？もちろん。それは嬉しい。照れるな。セバスチャンも悪い決闘者じゃないけどね。君たちでやるの楽しみだな。杖十字会ってどんな仕組み？僕が対戦相手を選ぶ。最後まで立ってた人の勝ちだよ。そうやって僕たちは学校一の決闘者を決めてるんだ。かっこいい。一番なりてー。それから楽しみ要素として勝てば賞品がもらえるよ。いいね。どうだい？これクラブ入るよ。もちろん。秘密クラブだろ。決闘は楽しい気晴らしだから。そうだね。それにパートナーと一緒に決闘できるんだ。最初はセバスチャンとのペアで、次からは一人でやるか。パートナーを連れてきて。リングに上がる気になった？ぜひぜひそうしたい。いいね。いっぱい盛り上げてよ。やろうじゃん。
出場したのを後悔させてやるわ。アストリアクリケット、へー、新人ラウンドだ。黄色の盾は冬呪文レビオーソ、などの制御呪文で、突破できます。敵を自動で標的にするにはロックオンして、はいはいはい、なるほど。レビオーソ、はいはい、エクスパルト、はいはい、あ、間違えちゃった、ボタン間違えちゃった、レビオーソ、はいはいはい、はい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 、なるほどね、デビオーソ、はい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 、どうぞ。ああ甘い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 、その程度で私を倒せると思うなよ。はいはい、さあ、でも初心者だな。はいはい、やっちまおうぜ、やっちまおうぜセバスチャン、やっちゃうよ。おい余裕、体力ギリギリだけどギリギリだったけど、すごい、セバスチャンの見立て通りだでしょ。まだ手強い相手もいるけど、この調子なら次のチャンピオンになれるよ。最高だね、やるよ。もちろん、こういう決闘を開催するのには時間がかかるから、また後で来て、何か用意できるかも。ありがとう。杖十字会での初勝利、やったね、いい勝負だった、ぜひまた来てよね。商品は、あ、もらったもらった、あ、いいね、逃げかけクエストのやつも3つクリアしたわ。 OK 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 OK、 非常に OK ですね。なるほど、ここでやるんだ、いろいろ、なるほどね。これ開けられん、ちょ、負けられん、ここは入れん、あー入れんわ。ちょっと装備変えるか、あとチャレンジでもらっとこう、もらってない報酬があるっつったから。で、クエスト、はいはいはい、コーンのレプラコの手袋、はい、あ、まだもらえない、クリア済み、あー、ハーフフレームメガネいただきます。で、ステマト無理、出席のマフラー出席のマフラーもらっちゃまずいでしょ、まだ。まだ早いよね。で、フィールドワイド。結構進んでる進んでる。いいね。礼服の帽子。受け取ります。で、コーディネート、まだですね。じゃあ、装備も変えるわ。ふう。というわけで、なんか、普通の優等生に戻りました。さすがにあのメガネはないわ。さすがに、あのメガネはちょっとないですね。よし。じゃあ、さっさと。外に行こうか。大きいからといって優れているとは限らん。はあ、見つけちゃった。カドガン卿、あ、これワイバーンを殺したとかなんか言ってたな。カドガン卿は周りの友人とされており、かの円卓の騎士として忠誠を誓ったが、一般的な知名度はあまり高くない。ワイのワイバーンを倒したことで有名だが、今は絵の中で生徒たちに決闘を挑むのが日課になっている。なるほど。ほら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 、決闘挑んでみろよ、ほら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 、レビオアクション、レパール、ダメか。さてさて、もう遊びはこれで終了だ、先に進もう。あ、あるあるある、ここにありますね。いただきます。フィールドガイド、3姉妹の鐘、三姉妹の鐘という名前は三つの山脈に由来する。雄大なその尾根たちはアーガイルシャーの渓谷を見下ろすようにそびえ立っている。城で鐘が鳴らされると、その音音色はハイランド地方を越えて渓谷まで引き渡るという。地元民は謎の鐘の音に長年悩まされていたが、そうか、マグルのやつだから、マグルの地元民だからわかんねえってことか。まあ待っててくれたのかい。私を探してた。イエス。ナティ、ごめんね、待った？全然、ホグズミードに用があるってウィーズリー先生から聞いたよ。その通りなんです。自分のものをいろいろ調達したいだろうね。それに村を見たり。楽しみにしてたよ。そう来なきゃ。それじゃあ出発する。最高に楽しいホグズミードを見せてあげる。あー出ちゃったな、外に。メガネ似合わねえな、メガネやめよっかな
あーでも来た、ここがホグズミートか。広いね。いやめちゃくちゃ綺麗やん。ちょっと待ってな。ウィズリー先生に同行を頼まれて嬉しかった。そう？うん、自分でも招待しようって考えてたから。バタービールを飲ませてあげたいなって。なんでバタービールをしたんだろうね。ウィズリー先生の袋はいいタイミングで来てくれたよ。あー、ありがとうございますね、ウィズリー先生も。はい、はい、隙あらば基礎魔法、振れば振るほど私は鍛えられていく。ああ、古代ルーン文字に埋もれてた後で吸う新鮮な空気って本当に気持ちいい。これ今のタイミングってファストトラベルできんのかな。あ、できそうじゃない。あ、ダメだ、死んでるわ、死んでる死んでる、さすがにダメだ。大間違いだった。そうみたいだね。まあ、選んだのが自分の母親だった場合、選択なんて呼べないかもしれないけどね。あー、なんかそうだよね、お母様のついでについてきたみたいな感じだったもんね。ついでについてきたって言い方が悪いけど。この時期のホグズミードは綺麗だよ。みんなクリスマスに行くといいって言うけど、私その時期はあんまり外にいたくないんだよね。寒いから？風邪ひきたくないって？いや、寒いのは別に嫌いじゃないんだけど、そんなに慣れてないの。雪のないところで育ったから。ああ、そうだよね。どこだっけ？どこで？あ、待って。あ、なになになに、はい。この辺りではよく草かげろうが飛んでるんだ。何か特別なの？うん、見てるだけでも面白いけど、煮込むと魔法薬作りに使えるんだよね。へえ。どこにいるの？おい、どこにいるんだよ。どこにも、どこに行くか分かんなかったこれ。え？あ、取得だ。取得だ。オーケーオーケー。よし。この、え、あのキラキラしたのは全部そうだったんだ。なるほどね。まあ、ああいうやつはね、いろいろ集めといて損はしねえから、集めとこうぜって感じだね。とりあえず案内はしてくれるのいいんだけど。ああ、はいはい。禁じられた森からヒッポグリフが出てきた。おお、あれか。驚いたのかな。近くでヒッポグリフが目撃されたらしいよ。あれの黒曜石の色のやつがね。いや、そこにいるやん、そこにいるよ。どうせもう名前をつけたんでしょ。フランス夫婦。左にあるのは禁じられた森。名前の通り生徒は立ち入り禁止だけどね。とりあえず火つけとこうぜ。それはどうして。先生によれば危険すぎるんだって。禁じられた。火ついてるのこれ。余計に入りたくなるのね。あ、山頂の向こうはホグズミードだよ。廃墟の向こう。廃墟結構遠いな。歩いてく距離じゃないね。本当はなんか緑色の煙突のあれがどうのこうのできるのに一緒に歩いてきてくれてるんでしょ、わざわざ。ありがとうね、ナティ。名古屋だっけ、本名なんだっけ。できることならずっと探検してたい。ウィーズリー先生に聞いたけど、この辺に詳しいんでしょ。転校したてなのにすごい。そう言ってたの？言ってた。意外と私のこと詳しいんだな。そりゃ授業でも確かにいろいろ学べるけど、城の外で得られることも同じくらい多いと思う。そういうことか。まあいいや、とりあえずゴールはまだ遠いようだな。もう慣れた？私の場合、来てすぐの頃はすごく変な気分だったから、全部が新しくて知らないことばかりで。慣れてきたよ。湖があるんだ。ナティはどう？もう落ち着いた？まだ故郷は恋しいけど、湖やわ、綺麗だよね。すげえ。それに城の外に出て探検してるおかげでいろいろ慣れてきたと思う。ホグワーツも自分の家みたいになったかな。君にとってもそうなるといいね。そうやね、そうなることを祈ってるよ。お、猫や猫。レベリオ。何も引っかかんないね。はいはいはい。
大階段から。ムンさん、ホグワーツの管理人だよ。ムンさん、ちょっと様子が変だな。ちょっとキノコ集めなきゃいけんから。ムンさん、新しい5年生には会いました？よろしく。戻った方がいいぞ、ミスオナイ。振り返って走れ。大丈夫ですか？あれが俺をじっと見てたんだ。目を皿のようにしてな。何がですか？デミガイズ、毛むくじゃらで醜くて恐ろしい。俺は安全な城の中にいる。お前らの幸運を祈ってるよ。はあ、かわいそうなムーンさん。デミガイズなんて村で楽しみすぎたみたい。何それ。あんなムーンさんを見たのは初めてだよ。お楽しみでしたね。お、はい、おムーンストーン。もうすぐだよ。外は見どころがたくさんあるよ。ホグズミード以外にもね。私ならいつでも探検に行けるよ。本当？最近はゴブリンなんかの噂も聞くし、誰かと一緒の方が安心でしょ。覚えとく。ありがとう。確かにね、1人より2人、2人より3人、人数が多い方が安全ですよね。あ、できた、ホグズミード。あのショート、さあ着いたよ。ファストトラベルのやつ。あ、どこから始めたら。3本のほうきはバタービールが飲める場所。ハニーデュークスではありとあらゆるお菓子が手に入るよ。ここでお気に入りの店を選ぶのは無理だね。来るたびに変わるから。ホグズミードでは必要なものは何でも手に入る。本当だよ。へえ。話ろくに聞いてねえや。まあ、とりあえず杖が欲しい。杖、どこに連れてってくれてんだこれ。ウィズリー先生に頼まれたのは魔法薬のレシピと呪文クラフトと種と、あと何だっけ。杖です。新しい杖。そうそう、オリバンダー老人のことはきっと気に入るよ。君が自分の杖で何をするかも楽しみ。必要なものをすべて集めて、おまけに少し見て回る時間もあるはずだよ。マジで。自分のペースでホグズミードを体験するといいよ。それが終わったら町の広場で会おう。いや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 、案内してくれよ。楽しんで、また後でね。さまざまな名所や店など、はいはいはい。わ、いっぱいあんねこれね。今いるとこはここでしょ。スピントイッチスポーツ用品店。おー、オリバンドの店。あー、杖屋さんだ。一番最後に回しておこうか。学術用品専門店で魔法薬店。ホッグズヘッド。あー、この辺はでもあれか、3本のほうき、この花火が上がってるのね、これ。ゾンコのいたずら専門店。へぇ。マダム、ああ、なるほど、なるほど。髪型が変えられるって感じかな。魔法ファッション。はいはい。動物用品店。で、他のところは、ハニーデュークス。なるほど。じゃあ、まあ、とりあえず順番に行きましょうか。アイコンファイルとして、バツをそこらを追跡しています。はいはいはい。まあ、とりあえず、まず、ちゃんと目的をね、達せないとダメですわ。よっしゃ、行くわ。とりあえず、本買っていこう。どこ？ここか。お邪魔。探求心を持っているな。トーマス・ブラウンさん、そうなんです。私、探求心持ってるんです。ウィズリー先生の呪文クラフトの件で来たんですけど。マチルダの制度か。そろそろ来ると思っていたぞ。私はトーマス・ブラウン。この店の経営者だ。出現呪文の授業を受けたね。いえ、それはまだ知らないっす。そうか。だが、いずれ受けることになるだろう。無から有を生む。それが魔法の最も純粋な形だ。もちろん複雑な部分もあるが、そこで私の呪文クラフトの出番だ。ほうほう。諦めずに続ければ、ウィーズリー先生さえも感心させられるかもしれん。そうなるよう頑張ります。ブラウンさん、その日が楽しみです。私も楽しみにしている。呪文クラフトは、家具のカスタム部品や装飾品など、特殊なアイテムを揃えるのに便利だ。だが教えるのはウィーズリー先生に任せる。まずは必要な呪文クラフトを用意しよう。鉢植え台と魔法薬調合台だったな。そうでしょうね。
それはいい。そうでしょうね。自ら材料を育て、好きなものを好きな時に調合できるというのは何にも勝る喜びだ。見てみようか。品物を見てみる。はい。え、何これ。これを、あ、コストかからんじゃん。あ、もうこれだ。鉢植えショート鉢植え台の呪文クラフト。魔法調合だアイビスということで、これで植物を育てられるということか。それならここにあるものを好きに見てくれて構わんよ。いや待て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 、高くて買えねえよ。173円しかないんだけど、値段帯が全然違うわ。動物のおもちゃ箱を呼び出すアビリティを解除する。いやなんかすげえいっぱいアビリティあんだな。いやいやいや、これは先々楽しみだわ。これは監督生の制服。あー、そういう感じのやつね。これ、緑のやつは持ってなくて、他のやつは、あ、違う、これ、売るだ。アイテムを売るだ。終了します。ありがとうございました。よし。レベリオ。あ、あるぞ。おー。取得しておきましょう。魔法の階段、学術専門店の中にある魔法の階段。ある本を棚から引き抜くと姿を現す。店主トーマス・ブラウンは出現呪文に使う呪文クラフトを含む様々な書物を販売している。となるとこれ引き抜くでできんじゃないの。アクション。どっか、違うか、わからん。店主階段登れねえわ。あ、消えちゃった。じゃあ行くか。ありがとうね。じゃあ次行きますか。え、お前勝手に飲んじゃダメだろ。いや食ってる、勝手に食ってる。え大丈夫か、金持ってんのか。173円だけ。あはははあははは。いや泥棒や、おやさん、ここに泥棒がいます。オッケー。おお、おお、大道芸やってる。へえ。お邪魔します。ここ目的地ですね。ピピンの魔法薬店。どうもどうも、ピピンさん。レベリオ。僕です。店主の目の前で。この世界ドラクエか。あれどこにあるんだろう、この辺に。あ、あるあるある。ピピンさんちょっと失礼。これ欲しかったんや。ウェーイ。1753年に設立された J ピピンの魔法薬店。このホグズミードの薬問屋ではパリーピピンが様々な魔法薬やその材料を売っている。なるほど。さあクレア、必要なものを。すみません。ああ、よかった。呼び鈴が鳴ったときはローワンさんかと思った。来るはず。誰、ローワンさん。ただ、君の顔も見たことがないような気がする。ホグズミードには初めて来ました。そうなのか？なら、パリーピピンにお任せあれ。ここはジーピピンの魔法薬店。あらゆる病に効く魔法薬店だ。看板を読めばわかるだろうけど、祖父はフルネームを言わせたがったね。へえ。今日はどうしたんだい？ウィズリー先生がレシピを集めるようにと。新入生です。君がフクロウの手紙にあった。君のための商品はすぐに確保したよ。学生時代の私と同じなら魔法薬作りの品を欲しがると思って。へえ、調合したいっす。魔法薬作りはついに勝るとも劣らぬ芸術だろう。私は常にそう言っている。それほど万能なものでしょうか。
呪文ほど派手ではないにせよ、同じくらい強力なのは間違いない。癒すことも破壊することも守ることもできる。そのうちわかるよ。まずは説明しよう。売り物は魔法薬のレシピだけじゃない。材料持ってるとか。どんな場面でも使える規制の魔法薬も提供している。あ、そうなんですね。それに時々新商品も出すよ。できるだけ顔を出して見逃さないようにするといい。だけどまあ、まずはレシピを渡そう。今日は何をお探しだい？まあ、基本です。基本のやつをください。エディラス薬、今のような薄膜を作り出す魔法の薬のレシピ。はあ、なるほどね。ウィゲンヴェルドの薬。ああ、はい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 、これは必要。在庫を自由に見て回ってもいいし、今日急ぎの用があるならまた今度でもいい。マキシマ薬、ていうかこれ透明薬、こんな簡単に出てくるんだ。あい卵とか、あ、ちょっとこの辺買えねえな。あ、これはいっぱいいっぱい拾った。トロールの鼻くそ、なるほどね。まあ、とりあえず購入できるものではないわ。レベリオ。じゃあお邪魔しました。次の店行きます。マジックニーブで、ここが目的の場所。到着でございます。気持ちいい。あったあった。マジックディープ第一社、マジックディープの経営者ティモシー・ティーズ・デイルが所有する手押し車。ティモシーは現場で過ごすの好み、店の外で顧客たちとやり取りしている。なるほど、よろしく。あ、待って、拾わせてもらおうか。6円、安い。すみません、ウィズリー先生が注文された種を受け取りに来ました。ああ、新5年生の花ハッカだ。君のことだったんだね。花ハッカ、こりゃびっくり。5年生からホグワーツに入るなんて、ものすごい衝撃を受けているだろうな。そうでもないです。壮大な冒険だと思うことにしてます。いいね、物事をありのまま受け入れるのも大切だ。ああ、私はティモシー・ティーズ・デイル、ここマジックニープの店主だ。私はおしゃべりが好きだからここに店を構えてるんだ。うちにこもってたら何かあった時に関われないだろ。確かに。なるほど。種だけじゃなく植物もたくさんあるぞ。すべて私が育ててる。得意なのは魔法薬の材料。ピピンも私から仕入れてるんだよ。ま、今は花ハッカの種を持ってこようかね。新鮮なものが欲しい。当たりか。はい。花ハッカを。ほうほうほう。見てみるといい。君の興味を引く素材を取り揃えているよ。あれ、買えちゃうな。ゼニアオイの種。必要の部屋アイテム。何これ、必要の部屋アイテムって。とりあえずこれ買っちゃおうかな。どうせそのうち買うんだろう。よし。よし、じゃあいよいよ。レベリオ。いよいよですよ。つい手に入れに行きましょう。フィールドガイド。どれだ？ああ、ああ、はいはい。いたずらマスターのメガネ。シルクハット。シルクハット。シルクハットかぶっとこうかな。シルクハットはちょっとかぶっときたいな。やだ、おしゃれ。行こうか。ここだ。来たぞ、ついに。杖を私は手に入れる。レベリオ。おう、箱。あ、すいません。また取っちゃった。どこにあるんだ。あ、どこにある。え、外。あ、外だ、ここにあった。オリバンダーの杖店。気さくで知識豊富なゲボルド・オリバンダーが経営する雑然としながらも居心地のいい店。この店の杖は材質や柔軟性に様々な違いがあり、3つの魔法の芯のうち1つを持ち、そして持ち手を選ぶ。紀元前382年から杖を作っているオリバンダー一家は、オリバンダー家は世界一とまでは言わないかないが、イギリスでは一番の杖作りと考えられている。なるほど。じゃあ、オリバンダーさん、
もろってよろしいか、ぜ。はい、ただいま。ああ、君か。あ、ちょっと待ってくれ。ああ、こんにちは。実は新しい杖だろ。その時期だ。その時期って？君は途中入学の5年生だろ。 Yes, yes I am。 でもなかったな。わしはエボルド・オリバンダー。無論オリバンダーの名は知っておろう。何しろ世界一の杖作りだからな。お目にかかれて光栄だよ。腰が低い。さあ来なさい。ぴったりの杖を探そうじゃないか。はい。違う、これも違う。ああ、これだ。強力な芯、26センチ半。これだな。そうなんだ。ほら、試してみてくれ。結構シャンティーな杖じゃん。こう振るんだ。ほい。おかしい。もう一度だ。本気で振ってみておくれ。外れってことこれは。こいつとは合わなかったか。大丈夫、ちゃんと見つける。今使ってる杖はよく言うこと聞いてくれてるな。そう考えると、きっとこれだな。35センチの1位の木にドラゴンの心臓の金線。次はこれを試そう。ほう。おお、外れ。ひどいな。棚に戻した方が良さそうだな。あららら、合わねえな。これは思ったより時間がかかるかもしれんな。ああ、困ったの。こんな帽子かぶってるやつだからな。あいつはどこだったかな。これだ。明らかにちょっと違うのあるね。違った。予想したと違ったわ。きっとこいつで間違いない。さあ持って。あ、これは当たりっぽい。ねじれた螺旋、ダークグレー。へえ。あ、何これ。杖のスタイル。はあ、ははあ、ドラゴンの心臓の金線、11インチ。へえ。スタイル、ダークグレー。興味深いな。ああ、何こういう。ストークハニーブラウン、螺旋アッシュブラウン。興味深いな。へえ。ギザギザウォームブラウン、なんか渋いな。手に馴染みそうなのはいいけど。興味深いな。ナチュラルグレー。いや、これ選ぶの大変だな。ちょっと選んだらまた見せるから待ってな。もうなんかこれ、この辺が一番手に馴染みそうな気もするな。これにしよう。これで決定します。はい。銀葉菩提樹、ドラゴンの心臓の金線、健康、11.75 インチということで、まあ、よくわからんけど、いいっしょ。これこそ私の杖。どうだろうかね。馴染みます。ルーモス。なんということだ。新たな杖に新たな未来、魔法界の未来も明るい。でしょうね。さあ、感触はどうだ？いいですね。全然違う。うねりみたいなものを感じます。それが相性だ。君のつながりは特に強そうだったからな。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶのだ。早く試してみたいです。そうだろうな。ドラゴンの心臓の金線の杖は、素晴らしい魔法の力を秘めておる。なるほど。使えば使うほど杖との絆は強くなるのだ。驚くなかれ。この杖には君の考えを察する力がある。すごいじゃん。いざという時に重宝するだろう。オリバンダーさん、最高ですね。手助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあればいつでも来たまえ。わかりました、オリバンダーさん。レベリオン。
音がする。これで全部かな。それじゃあナーティーを探そう。そうします。じゃあお世話になりました。じゃあナーティーのとこまで出れない今謎の力に阻まれて出なかったな。あ、ここにあるぞ。バタービールの樽、冷やしても温めても楽しめる魔法使い人気のバタービールが入った樽。わずかにアルコールが含まれており、人間よりも屋敷しもべ妖精を酔わせてしまう。なるほど。あ、ここにありますね。井戸、ホグズミート村の比較的平凡な井戸。情報通の旅人はこれよりもずっといい井戸があることを知っている。はあ、あったわ。勝手にお店入っちゃってすいませんね。グラドグースのマネキン、決闘の練習のために生徒たちが好んで使う魔法のマネキンとは異なり、グラドラグースのマネキンは最新の魔法使いファッションを手にする用途でのみ使われる。なるほど。あ、どうもどうも、はじめまして。話せやしね。あ、え、話せないんだけど、なんで、なんか上にアイコン出てるの、何もできない。裏口から勝手に入ってきたからか。失礼。待って、またここに。レベリオ。あった。いや、めちゃくちゃフィールドガイドあるじゃん。グラッドラグズ魔法ファッション。1750年創業で、パリ、ロンドン、ホーグスミートで、グラドラグズは様々な魔法使い用の服やアクセサリーを提供している。オーガスタス・ヒルとオット・ディブルはファッションセンスに自信のないお客さんを満足させることに特に喜びを感じている。なるほど。なんといっても誕生日、話せます？話せません。待たせたな。物語を先進めようじゃないか。よし、全部揃った。確かに一番好きなお店なんて決められないねもう少し歩き回ってみようよ。もしかしたら今日これだって思うかも。なるほど。おい、お、なんかでかい人。なにこれ。オーク、オーガ、トロール、トロールか。トロールだな。お結構強そう。あ、待って、これドラゴンもつけてたやつじゃん。おお、ボンバーだ。奴らを建物から離して追い出すよ。すげえ。あ、一体じゃない。どうも。回避、あ、回避できるんだ。あのプロテアだけじゃないんだ。はい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 。全然聞いてないみたい。レビオーサ、頑張って。相手を疲れさせて。はい。疲れ、いや、結構聞いてると思うぞ。あれそのね、アクション。アクションは効かないのか。古代魔術の動的、何それ。いや、俺が聞きてえ。そっくりそのまま返してあげよ。俺が聞きてえよ。いいね。はい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 。ちょっとちょっと、見えない見えない、自分がどこにいるか見えない。ナイス。これプロテア使えねえのかな。あ、プロテアダメだ。はい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 。あ、R1 使える。おうおう、甲冑トロールっつうんだな、今更だけど。よいしょ。はい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 、よいしょっと。弱ってきた。うん、そうだね。はい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 、わかりました。立ち直らないようにしましょう。この赤丸の時は避けるだけ。もう一回避ける。
転。大丈夫じゃないか、まだ。はい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 。お、終わったね。回復する？あ、古代魔法放つ。なんだそれ。え、トロールサバイバル。なんてこと、もう一匹いたの。やっちゃいました。あんたたち大人のトロールと戦ったのかい？二人だけで。かっこいいっしょ。そうみたいです。実は頭がぼんやりしててだからそんな帽子かぶってるんだろうな。怪我はないの？はい、お役に立ててよかった。ずいぶんと控えめな言い方をするね。あんたそういう性格なのかい？闇払いの素質がありそうだ。あんたたちもし怪我してなかったら、ちょっと物を元の場所に戻すのを手伝ってちょうだい。ええ、もちろん。シンガー巡査だよ。改めてありがとう。警察の服装なんだそれ。あれだ、これ使えばいいんだ。レパール。これで元だ。よーし。時間をもらえるか？え？何の用か聞いてくる。ああ、私たちは被害を修復してからちょっと頼むわ。はい。お、すごいね。私すごくない？私すごくない？はい、戻す。ナイス。素晴らしいな。あ、これもか。レパーロ。おい。シンガー巡査の仕事を減らせたかな。レパーロ。レパーロ。おい、レパーロ。あと2つ。はい、レパーロ。オッケー、あと一つ。あ、あれパ猫だった。ああはい、私うん気づいてたよ。え、で、ああ、失礼、忘れてた、店主ね。どこだ、ここか。君のこと話してたんだ。あ、さっき全然話してくれなかったのに。どうも、初対面ですよね。自己紹介させていただこう。副職マエストロ、オーガスタス・ヒルだ。素晴らしい勇敢さでトロールと戦ってくれたことに感謝したい。ホグズミードをあるべき姿に戻してくれたこともね。どういたしまして。お礼なんて。君はマーリン勲章を受けるべきだ。でも、僕はもっと役に立つものをあげられるよ。僕はグラドラグス魔法ファッションの店長だ。扱ってるものの中には防御力に優れた特殊な品もある。命を守れるな。危険な敵との遭遇はこれで最後じゃないだろうから、うちのローブを一着進呈しよう。今日のお礼。マジでいいの？ありがとうございます。ありがとうございます。頂戴します。せめてものお礼さ。さあ、このサイズを試着してみるかね。見るものはたくさんあるよ。ゆっくりどうぞ。で、これ1個しかくれないんでしょ、どうせ。伝統的な制服のローブ。他のさ、こういうやつとか、くれへんのな。現在利用できませんか。ダメだ。どうも。はい。あ、装備画面で装備しろって。画面の右上に表示されます。またローブの装備、もう今更なんだよな今更なんだよな。あー、でもちょっと5上がるのか。攻撃力はプラス5、これはありがたい。上等やで。これ買えんの？金がねー金がねー。とりあえずありがとうございます。こんな形でホグズミードを紹介することになるなんて。さて、バタービールでも飲もうか。特に君は頑張ったもんね。でしょう。3本のほうきに行こうか。よろしくお願いします。うん、そうしよう。よし、じゃあこっちだよ。もし興味があるなら、もっと戦いにふさわしいアイテムを売ってるよ。
ぜひとも僕の店をじっくり見て回ってくれ。金がないんだよ。ちょっとごめんね、また来る。あまり混んでない時なら店主のシローナに会えるかもしれない。とっても素敵な人で、すごい魔女なんだ。知り合いになっておくといいの。なるほど。ん？あ、ホグズミードに来たらガキは任せろと言ったな。俺は注意を引くだけでいいと。俺は約束を果たしたぞ。だが早速失敗したみたいだがな。あいつはなんだ、何を隠している。奴を捕まえられなければお前は用なしだ。それだけ知っていればいい。行こう。見られたかな。大丈夫だと思う。どうしてゴブリンがビクトール・ルックウッドと。ランロクがルックウッドと通じてた。日刊預言者新聞に載ってたゴブリンだ。見覚えあると思った。早く三本の箒に入ろう。ああ、何それ。逃げるというか、そう、ああ、はい、シェルター的な感じか。ロードゴク、会えてよかった。何か分かったら知らせる。この人はシローナか。ありがとう、シローナ。元気で。さて、ご注文。おや、見たことのない顔だね。初めて来ました。ようこそ。これはおごり。優しい。襲撃の後の他の天使や住人の様子も見てみるよ。二人とも無事でよかった。この子のおかげ、トロールを一人でやっつけたの。本当にすごいね。いやいや、一緒にやったじゃん。いいよ。待って、ホグズミードにトロール、聞いたことないな。おかしいね。普段相手にする獣と言ったら。やれやれ、来たな。いや、早く保護は使えればよかったのに。なんで今出て行ったのはロドゴクか。ずいぶん客層が変わったようだな。心配ご無用。あんたたち二人が出て行けば客層はすぐに良くなるから。シオフィルス、やめた方がいい。やめておけ。大げさにやらなくていい。こいつに用があるだけだ。私の友人はバタービールを楽しんでるから。一言言わせろ。聞こえなかった。友人は忙しいって言った。みんな血を流し足りないようだな。来い、シオフィルス。三本の箒は変わったらしい。よそに金を落とそう。いつまで飲んでられるだろうな。悪いやつだな、なんか。怖い怖い。目をつけられちゃったみたいだね。気をつけて。ルックウッドとハーローはトロールより厄介だから。トロール、ランロク、ルックウッド、何を隠してるの。全部話すよ。でも後にした方がいいかも。そろそろ城に戻った方がいい時間かもね。あー、そういうことか。帰るか、じゃあ。ナッティと話すだから話しましょうか。あ、夜だ夜。お、てめえ。あ、違うか。違う人か。シローナがいて本当によかった。ルックウッドやハーローみたいな悪党相手にすごかったね。何が起きてるのか突き止めたいし、君に教えてもらいたいけど、今はとりあえず城に戻った方がいい。
トロールの襲撃の件がウィーズリー先生の耳に入るのは時間の問題だよ。心配させたくはない。はい、今夜は騙して戻りましょう。マップにアクセスしてください。承諾。ああ、もう戻るしかないんだ。ホグワーツの地図ボタンを選択するとホグワーツのマップに切り替えます。はい、談話室へファーストトラベルします。もう行けっつってるね。談話室移動。あれ、もしかしてこの袋、私の袋。もしかして君は僕の袋かい。これ何。さあ、というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。次回またこの続きから、やっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というか、気になるな。ちょっと袋、これだけ見せてもらっていいですか。これだけ先見せてもらっていいですか。私のところに来てほしい。グリーンゴッツで見つけたロケットについて発見があった。おー、というわけなので、フィグ先生に会いに行くところから、続きやっていきたいと思いますので、ご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで語り私、コンイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。